マニはマレーシア生まれのオスの若毛本性インコでシンガポールで飼われている。マニは2005年から占い師 M. ムニヤッパンの助手としてリトルインディアにある占い店で働いている。M. ムニヤッパンは簡略化したカード占いを行うことで知られている。マニは2010 FIFA ワールドカップの準々決勝の勝敗の予想をすべて当てたことでシンガポールだけでなく世界的にも有名になった。準決勝1試合目のウルグアイ対オランダ戦の前日の7月5日には、シンガポールでの Google のホット検索でトップになった。ワールドカップ開始前は、この占い店の来客は1日平均10人程度だったが、ワールドカップの後には1時間に10人程度となった。カゴに入れられたマニと飼い主の M. ムニヤッパン。シンガポールのリトルインディアでは、このようなインコを連れた占い師の姿がよく見られる。マニはそれ以前から飼い主の占いを手伝っていたが、2010 FIFA ワールドカップの勝敗の予想をしたことで広く知られるようになった。シンガポールの新聞 The New Paper によると、マニのこれまでのワールドカップの勝敗予想で最も話題になったのは、オランダがブラジルに勝利するという予想で、その予想は的中した。準々決勝では、スペイン、ドイツ、ウルグアイ、オランダの4つの試合の勝者を正確に予想した。準々決勝の結果をすべて的中させたことで、マニは世界的に有名になった。シンガポールの新聞、ニューペーパーがマニを取り上げたのを皮切りに、世界中の新聞社がそれに追随した。AFP 通信や AP 通信などの通信社、ガーディアンやアメリカの雑誌、バニティフェアなどが、マニについての記事を掲載した。マニの話は、ドイツ戦の予想をすべて的中させてきた、ドイツのタコパウルと絡めて紹介された。準決勝では、ウルグアイがオランダを、スペインがドイツを破り、ウルグアイ対スペインの決勝戦になると予想した。さらに、スペインが優勝するだろうと予測した。ウルグアイ対オランダ戦の予想は外れ、オランダが決勝に進んだ。マニは改めて、決勝のオランダ対スペイン戦について、オランダの勝利を予想した。一方、タコのパウルは、スペインの勝利を予想し、いくつかのメディアで、タコ対インコとして紹介された。実際の試合ではスペインが 1-0 で勝利し、パウルの予想の方が的中した。ありがとうございます。